はい、元空 TV をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、パパでーす。はい、今回の動画なんですけども、今回はですね、簡単な、Vlog じゃないですけども、今日ですね、9月の16日なんですけども、ちょっとね、買い物をした時に見つけたもの、戦利品ですね、のご紹介をしていきたいと思います。パッと見てですね、お分かりいただける方はお分かりいただけるかと思うんですけど、真ん中の白い箱ですね、こちら、プレイ版から発売されております、あの仮面ライダーのですね、変身ベルトを、飾っておくためのディスプレイ台座のバージョン2のホワイトがですね、私がよく見に行っている、買い物とかでですね見に行っている、あのお宝中古市場のところでですね、売ってましたので即買いしました。黒が本当は良かったんですけど、黒は皆さん使ってらっしゃるので、ホワイト異色ですよね。異色っていうわけでもないか、ちょっとね差別化が図れればなと思って、白でいいやと思って、購入しました。通常だと2200円だったと思うんですけど、3300円でした。ちょっと高めだったんですけど、即手に入ったので良かったかなと思います。であと両脇にありますこちらなんですけども、こちらですね、あとこっちにあるやつなんですが、セリアというですね、100均があるんですけども、そちらで見つけた、ブリキの缶ですね。あの電車鉄道が好きな方はすぐピンとくる方ほとんどではないかと思うんですけども、JR のコンテナ、あと国鉄時代のですねコンテナですね、右側のこのちっちゃいやつ、こちらですね、国鉄時代のコンテナ、冷蔵と、通常のコンテナ、緑色のやつですね。それと、その隣がですね、JR の時の、JR の 時のじゃないか、JR 貨物のコンテナですね、になります。で、反対側ですね、大きいやつも JR の貨物と、あとね、この上の2つよくわかんないんですよね。自分ちょっと存じ上げてないんですけども、海外のなのかな？一応あったので、シリーズみたいにですね、同じ場所に並んでましたので、こちら購入いたしました。これね、開けるとちょっと暗いかな、こんな感じになってます。でなるべく形が綺麗なものをですね選んで購入してきましたので、何かね、入れて保管するのもいいんですけど、多分インテリアとしてどっか並べてる感じかなになるかと思います。これも完全に衝動買いだと思います。1個100円ですけどね、だいたい900円で1000円ぐらいになります。990円ですかね、約1000円になります。はい、こんな感じでですね、今日の買い物で見つけた戦利品で、こちらの台座に関しましては今後の撮影でですね活用できればなと思いますので、ぜひ今後の動画を楽しみにお待ちいただければと思います。せっかくなんで開封しましょうかね。どっから開いてるか分かんなかった。いきまーす。一回まず分解しますね。上蓋と横ね。そこを外せますので、取らないように気をつけてね。で、止めていけば、よくあるんですけれども。はい、こんな感じですかね。はい、こんな感じでいいでしょうか。はい。はい、でね、こちら今デバイスドライバーにベルトつけましたので、これをはめてみましょう。はい、はめてみました。ちょっとカメラの位置もですね若干変えました。これで一回鳴らしてみましょうかね。
はい、すいません、マイク逆向けてたので音声はあんまり入ってなかったかもしれないですけど、まあ、団体こんな感じで撮影ができるんではないでしょうか。でやっぱね、黒の方が映えたかな、どうなんだろうな、わかんないな。まあこれでね、一応今後撮っていけたらなというふうに考えてますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価ですね、よろしくお願いいたします。あと YouTube 専用の Twitter アカウントと Instagram のリンクですね、トップページと説明欄の方に貼っておりますので、そちらの登録もぜひお願いいたします。 TikTok のリンクもですね、一緒に貼っておりますので、そちらも忘れずによろしくお願いいたします。ではまた次回以降の動画でお会いいたしましょう。さようなら、バイバイ。